スローインの姿勢。両手でボールを持ち、頭の上を通り、日本語でのスローには両手で、頭の後方から投げるという願意があるが、英語のスローは投げる、行為一般であるため、両手で投げるという意味はない。スローインは、ボールが完全にサイドラインを越えた時に、ボールがラインを越えた位置から、ボールを出してしまった選手の相手のチームの選手によって、ボールを 両手で投げることによってプレーを再開するものである。ハンドスプリングスロースローインのうち、おおむね30メートル以上先を狙うものをロングスローと呼ぶ。また、前方転身の勢いを利用してスローインを行うものをハンドスプリングスローと呼ぶ。2012年2月24日に日本で開催されたキリンチャレンジカップ日本対アイスランド戦で。 アイスランド代表のステインソール・フレイル・ソルステーンソンがこのスローインを行って話題となった。サッカーのルールであるロー・オブ・ザ・ゲームでは第15条スローインにおいて規定がなされている。スローインによって直接ゴールを狙うことは認められていない。競技団体によってフィールドとピッチの定義が異なるが、本校ではどちらも同義とし タッチラインとゴールラインで囲まれた部分としている。スローインを実施する競技者は任意の競技者を選ぶことができる。ゴールキーパーでも構わない。反則、編集蒸気規定の方法以外でスローインを行った場合、ファウルスローで相手チームによるスローインで試合が再開される。ファウルスローになるスローインの方法としてはなどがある。フットサルやビーチサッカーでは、 タッチラインをボールが越えた際にキックインでプレーが再開される。11人制のサッカーでもスローインに代わってキックインでのプレー再開が検討された時期があり、1993年の U-17 世界選手権では試験的にキックインが導入されたが、その後の大会で採用されることはなかった。詳細はラインアウトを参照ラグビーではボール化。 ボールを持った選手がラインを割った時、スローインを行う。両チームがラインを割った地点から伸びるラインに対し、垂直な線、ラインオブタッチを挟んで並ぶ。ボールを投げるプレイヤーはこの線上に投げなければならない。詳細は、ハンドボールスローインを参照ハンドボールでは、ボールがサイドラインからコート外に出た場合に、最後にボールに触れた選手の相手チームにより行われる。 ボールがコートから出た地点のサイドラインを踏んで行われ、直接のゴールも認められる。詳細はスローインを参照。ハンドスプリングスローに、完成日刊スポーツ2012年2月25日。ありがとうございます。